はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。妖怪ウォッチ、プニプニの実況していきたいと思います。というわけで今日はね、早速ワイポイントガシャを回していきたいと思います。乱数調整とかって言っとく？あ、少ないからやっちゃおう。うん。じゃあこの乱数調整をかましてから、本番いきましょうか。いやー、ちょっとね、残念ながら。お？おう。おう。やるじゃん。ここで運使ってもよくないんだけどね。まあまあ。青くんち。ちょっとね、前回ね。お、いいですね。結構、うん、いい調整。逆にね、ついてるときはとことんついてたりするから、テーブル時段、あ、これありがたいな。攻撃力アップだもんね。というわけでね、そう、なんか全然話せなかったんだけど、まあ、前回ね、極オーロチャ残念ながら取れなかったんですが、ね、また頑張っていきたいというわけで。で、いきますか。勝負。まあ、ここが結構重要なんですよね。まあ、一回で引けたら本当に運がいいんだけどね。来た。お !2 個。少なくとも2個。カッパ。対決戦。うん。まあ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 ね。まだわからんね。お、メロンニアだって。あ、そや、俺何が出るか見てね。まあいいか。メロンめっちゃ出よるやんか。あー、特にイレギュラーはなかったね。赤から出るというパターン。さあ、ここ。オリジンさん。せめて。せめてよ。うわ、それはないよ。何この確率。いや、やっぱ中身見てからじゃないとって関係ないんだけどさ。いや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 、嘘でしょ。心折れるやん、それ。いやー、嘘でしょ。 1.3% ね。まあ引けなくてもよ。うん、SS はオピナニャンと覚醒キューみたいなミリナニャン持ってないからね。この辺も引きたかったよね。てか、ランク S さ、2.5% でしょ、ナーガラージャ。うん。この 2.5% 引く確率とさ、0.75 ダブらせる確率って言ってたら結構なもんですよ。10分の2で 0.75 引いちゃう確率って、むしろさ、多分トリプル S 引くより全然確率、えぐいからね。ねえ、しかもオリジンじゃなくてファントムだったしね。もう、もう何それ、ひどいよ。というわけで今回もちょっとまったりやっていこうかな。もう出た出た、こういうの。なんか薄いとこ引いたんだけど結果が伴わないやつね。そういうとこじゃないんだよみたいなね。うん、エースほとんど持ってるな今回は。何人も持ってたか分かんないけど、ナーガラージャ、せめてナーガラージャ引こうよ。ねえねえって感じでしたけどね。はい。まあ、まだ、ワイポイントももしかしたら稼げるかもしれないんで、まあまあ、もう一回、元気があったら、もう一回ぐらいチャレンジしたいと思います。お疲れ様でした。皆さんはね、よかったらね、引いてみていい引きをしてください。私の代わりに。お疲れ様でした。バイバイです。